ともうこれタイトルにもあるようにもうマスク時代の終わりだと僕は思っていて、日本ってままだマスクしてます皆さん、まあ、僕も10日ぐらい前までマスク日本にいたんで、まあ、日本の事情な分かんないわけじゃないですけどまだマスクしてるじゃないですかで今回、海外行ってもうめちゃくちゃ思ったことがあってもう誰もマスクしてないんですよ。もう本当に ヨーロッパ、マジでマスクしてないです。ノーマスクです。で、ハンガリーとかは、もうコロナ完全撤廃って言って、コロナの規制をもう全くなくしました。で、よくね、オーストリアとかいろんな国もそうなんですけど、ヨーロッパに入るときに、PCR 検査の証明とか陰性証明書のあ、PCR の陰性証明書とか、えーと、中証明書っていうのを求められるっていうふうに日本の、えー、とサイトには書いてあるんですよ。で、実際、そういうのが本当に求められるかどうかっていうと、えっ、ー、と、あの、いろんな国境、僕、今5カ国目なんですけど、1回も、 求められることがなかったです。1回もですね、求められることが、えー、なかったです。はい、なので、えー、ともうコロナをヨーロッパの人は誰も気にしてないんですよ。誰も気にしてない。もうマスクもいらないし、ワクチンパスポートもいらないし。はいまあ、唯一ですね、 唯一、えー、ボスニアヘルツァゴニアっていうね。なんだか謎の国に昨日までいたんですけど、その時入国する時に pcr の検査票を求められました。ワクチン証明書ですね。ワクチン証明書を求められました。で、ワクチン証明書を出したんですけども、外人のおっさんもう何か分かってなくて、不法行為みたいな感じでチェックして戻してきたんで多分見てないですね。見てないです。で、これはね。なんでこの配信で言おうかなと思ったかというと、やっぱ世界がそうなってる。以上、日本もやっぱ僕は変わんないといけないと思うんですよ。 でまあ、諸外国が、ね、コロナ問題ないってなってる中でいつまで日本はそのコロナの規制にをしてるするんだっていう話だと思ってますコロナに規制をすることのデメリットとしてはやっぱり経済活動がすごく停滞するんですよね、まあ、飲食店の規制もそうです今はまあ最近緩くなっ,くなってきていると思いますけど飲食店の規制もそうですマス,クをマスクをすることによってマスクしないと入れない店もそうですよねいろんなことがあります、イベントも人数を減らさないといけないそうすることによって経済活動が停滞するんですよ。 なのでえ、結果、日本の経済がえ発展しないんですよ、でもやっぱコロナが大変な時代の時コロナの渦中の時はそれで僕は正しいと思うんですけど、もう周り見てくださいよ、要は隣のね、隣,隣の家の人とかね、隣のね、要はね、クラスの人とかが、もうね、過去あのまあ、コロナの関係ないって言って、一生懸命活動してる中で、自分たちだけがコロナ、コロナってやってて、それで経済どうすんのって話だと僕は思ってます。うん、はい えなので、ですね、あのー、僕は早く、えー、これ日本も変わってほしいなと思ってますし、今、実際僕は海外に出て、海に出て、海を渡って、海外に出て、あ本当にこれ、コロナってもう終わりなんだなっていうのはえ、自分で実感しました。だから皆さん、もうすぐね、コロナの時代は終わりますよ。はい。コロナの時代はもう終わります。はい。ボスニア・ヘルツゴビニア,そうボスニアヘルツゴビニアに行きました。本当に日本だけですよ、こんなことやってるのは、多分。はい。もう,もう終わりです。はい。もう終わりです。どうする、コロナ終わったら。皆さん、コロナ終わったら何する コロナ終わったら何するコロナ終わったら何しますかはい、もういろんな国行ったりとかさ、いろんな旅行行ったりとかさ、ここからはどん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 そういう、えー、とレ,ジャーかレジャー産業がもっと活発化するんじゃないかなと思いますし、はい、もうそういうふうになってほしいですよね、うん、と思ってます。はいえー、続いてうーんと、ね